ハンス・アスパーによるフルドリヒッヒス・ビングリの肖像が、フルドリヒッヒス・ビングリは、スイス最初の宗教改革者である。スイス改革派協会の創始者で、チューリッヒに新生政治を確立しようとした。聖書のみ、お信仰の基準としたこと、信仰そのものが大事だと説いたこと、万人再施設を説いたことは、マルティン・ルターと変わらなかったが、それ以外の部分においてルターと意見をことにしていた。 彼らは、マールブルク会談で多くの論点について合意したが、生産論で一致することができなかった。カトリック諸州との内戦の中で戦死した。47歳だった。ルターと並んで、宗教改革の初期の立役者の一人だが、ルターと対立したことや、これもルターとは違い志のカバにして戦死したことなどから、ルターほどの知名度はない人物である。ツビングリの残したものは、 今日も改革派協会の信仰告白、礼拝、教会などのうちに見ることができる。他の名として、フルドライヒと表記されたり、ウルリヒと表記されることもある。ザンクトガ練習特権ブルク地方のビルトハウスにある村に、ドイツ系の地元の有力者の子として生まれたツビンブリは、ウィーン大学とバーゼル大学で、宗教学を学んで、人文主義者としての学識を深めた。 1506年、22歳で司祭に除外されて、グラールスの主任司祭となった。やがて、フランス軍が徴兵活動を行うと、これに抗議して、グラールスを去った。1518年、チューリヒの資産次会に招かれて、チューリヒ主教座制度の説教師の地位につく。自らも人文主義者であり、ギリシア語とヘブライ語を学んでいたツビングリは、当時一世を風靡していた。 人文主義者デジネリウス・エラスムスから大きな影響を受け、聖書の原点研究に傾倒した。また、手術の説教の内容も、聖書と恐怖の著作のみによるものにしようと決意した。キリスト教の原点回帰を意識し始めたスビングリの目には、当時の教会制度には様々な問題点があると思われた。彼の人生の転機となったのは、コンスタンツ大司教の許可を得ずに、 食友情販売の説教を行っていたベルナルディのサンソンという説教師を批判する説教を1519年に言ったことであった。この説教自体はコンスタンツ大司教の依頼によるものであり、結果的にサンソンはローマ教皇レオ十世によってその職を解かれることになったが、ツビングリはこの頃からカトリック教会との距離を意識し始めることになる。ツビングリ自身は否定しているが、 ルターの活動も影響していたと考えられている。ツビングリは、キリスト教生活におけるすべての観光を聖書を基準にして再検討すべきだと考えた。ルターと同じように、キリスト教の信仰の基準を聖書のみと考えたツビングリは、キリスト教刷新運動に乗り出すが、それは単に宗教改革の枠を超えて、社会変革を施行したものであった。このため、ツビングリは、 中立妃史参事会に改革への協力を求め、参事会もこれに応えた。これはズビングリがすでに中立妃で大きな影響力を持つ存在になっていたことを示している。彼は聖書に根拠が見つからないすべての教会制度の破棄を参事会を通して呼びかけさせたのである。中立妃史はカトリック教会支持派とズビングリ支持派に分かれた。数年にわたる、 争いの末、最終的に、ツびングリの意見が勝利し、強行制度と教会の聖職委会制度は否定され、市内の教会の制が、製造は、破壊、修道院は閉鎖された。同時にツびングリは、司祭独身制も、不要のものと考えて撤廃したが、これは、協議的な理由というよりも、すでに自分が、アンナラインハルトという未亡人と同性生活を、 していたからであったと言われている。ミサだけは一般庶民への影響も考えて、しばらくは旧来の形式が保持されていた。改革が十分に進んだと見たツビングリは1525年4月13日、聖木曜日にミサを廃止し、自らの考案した種の晩餐の式を初めて行った。従来のカトリック教会の天礼に馴染んだ人々に、とって、 すべてが変えられた天礼はショックであったが、ツビングリにとってはその日こそが、チューリッヒの宗教改革の完成を見た日となった。ルターとツビングリの思想の違いは、思想的には恩調や生産の解釈の問題であった。ルターと違い、ツビングリは人間の共同の重要性を強調している。つまり神の選びのみがすべてであると考えたルターと異なり、ツビングリは恩調も、 さることながら、人間の態度も神の選びに影響を及ぼすと考えたのである。もう一つ重要な際としてツビングリは生態を単なる象徴と考えていたことが挙げられる。この点において教材説を唱えたルターとの差が決定的なものとなった。他にもルターと違い、ツビングリは礼拝からあらゆる音楽を廃止した。 ツビングリから見れば天礼音楽も聖書に根拠を見出せないものあった。プロテスタントであってもほとんどの教派は天礼や礼拝における音楽を否定しない。これは旧約聖書に礼拝における音楽への言及があるためである。ツビングリは新約聖書には礼拝と音楽のつながりを裏付ける記述がないとしてこれを排した。ツビングリは中立聖書で達成された改革を 他のスイス諸都市にも波及させようとしたが、さらに急進的な改革を求めるグループや、進学理解で溝が広がっていたルター派と対立することになった。政治的にも、この時期、スイス国内の諸州は、カトリック教会支持派とプロテスタント支持派に分かれて、対立姿勢を示し始めていた。もともと、スイス連邦は、中央集権的な連邦制度ではなく、諸州が、 緩やかに統合されている政治形態であったため、チューリッヒに始まったプロテスタンティズムの波及はスイス、諸州間の対立をもたらすことになった。当初、対立関係を話し合いによって解消しようという努力が行われた。カトリック側の森林五州とフリブール州の呼びかけで、バーデンに当事者たちが集まり、対話を行った。 ツビングリ自身は出席しなかったが、カトリックとプロテスタント双方の意を尽くした議論でも、問題を解決することはできなかった。討論自体は、カトリック側の優勢で終わったが、それとは関係なく、バーゼルとベルンで改革が進められた。さらに1528年に行われたベルンでの討論会では、プロテスタントの代表が集まって、信仰理解について議論を行った。 ツビングリはルター派との水を深めたが、スイス名役団のプロテスタント諸州による同盟、キリスト教ブルフレヒトの結成という成果を見た。これを危ぶんだカトリック諸州と、フリブールは対抗して1529年に、キリスト教連合を結成した。武力衝突の危険性が高まったが、本格的な武力衝突の危機は、第一次、カッペルワギによって何とか回避された。 その頃ドイツのヘッセン砲白フィリップはカール五世を打倒すべくプロテスタントによる大同盟の結成を構想。ツビングリたちも引き入れるため対立していたツビングリ・トルターを和解させようと考えて会談の場を提供した。1529年10月、ツビングリ・トルターの二人は不傷武将ながらマールブルクで対談を行った。しかし生産理解において決裂し、 会談は物別れに終わった。自らの力を頼むところが多かったツビングリは、当時チューリッヒとベルンが主導権を取って、スイス全域を支配できると考えていた。しかし、同盟者を必要としない、ツビングリの態度を危惧したベルンは、チューリッヒから離れた。それでもツビングリは意に介さず、カトリック諸州の経済封鎖を行った。カトリック側に立つ、森林五州、ルゼルン州、 ツーク州とフリブールは経済封鎖に耐えかねて兵力を結集。再び武力衝突の危険性が高まった。ツビングリはカトリック側の先手を打とう途中立ヒの兵力を引いてカッペルに進軍した。しかしカトリック側の軍勢が不意をついて1531年10月11日にカッペルを吸収したため中立ヒ軍は打ち破られ乱戦の中で ツビングリも戦死した。これを第二次カッペル戦争という。ツビングリが戦死したときみに帯びていたというカブトと大小二本の剣がチューリッヒ国立博物館に安置されている。その後、スードの戦闘の後にカッペル協定が結ばれてスイス内戦は終焉した。ツビングリの後を継いでチューリッヒの宗教指導者となったのはハインリヒブリンガーであったが、 その影響力はかつてツビングリが持っていたほどのものではなかった。中立非改革派協会はツビングリが死んでから16年後の1549年にカルバンの呼びかけに応え合同信条を作成した中立非協定を結ぶことでカルバン派と交流しスイス改革派協会の基礎を築いた。ありがとうございます。